皆さん、アウトドア楽しんでますか？アウトドア女子の春です。ジュジョさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お天気最高ですが、最高ですね。今日は何をしましょう？今日は夏ということで、はい、会場アスレチックで2人で全力で遊んでから、はい、その後ロゴスパークのキャンプサイトでスイーツ作りをしていきたいと思います。盛りだくさんですね。はい、そうなんですよ。じゃあ今日はいっぱい楽しみましょう。はい、ではレッツゴー。まだですよ、まだですよ。行きましょう。ジョジョさん、はい、着きましたね。着きましたね、はい、車でここ は、はい、5分ぐらいのところですね。はい、歩いて40分あったです。歩いてないですね。車で5分、車で5分、はい、近いですね。近いんですよ。ここがシーパーク大島っていうところで、はい、ちょっと待ってください、はい、あ、ちょっと見えましたよ。、はい、これあちらが会場アスレチック。はい、はい、楽しそうじゃないですか。そうなんですよ。もう暑いし、もう早速行きましょう。ちゅ、はい、さん、もう入りたくて仕方ないでしょう。はい、もうすぐレッツアスレプレイ。なんて言いました？プレイ、行きましょう。はい、はい、アスレアスレですよ。アスレ。はい、では中条さん、行きます。行ってらっしゃい。あ、はるちゃんも、はるちゃん。どうですか？わあ、わあ、中条さん、なんでそんな早く行けるんですか？結構揺れるんです。ちょっと中条さん、中条さんが揺らしてるでしょ。わあ、わあ、はるちゃんね、これ GoPro 持ちながらなかなか。いや、なんとか頑張ります。すごい、すごいわ。なんかちょっと、あ、やばい、中条さん、やばい、線が。すごい、やばい。頑張って、はるちゃん。はい、怖い。もう落ちるやん。みんな落ちるの期待して笑い、笑い言う。よし、ここが沈むんですよね。はい、オッケー、イエーイ。どうですか、中条さん。わ、すごい。わー、すごーい。はるちゃん、こっち見て。イエーイ、今からジャンプします。ジャンプすんの？ジャンプして、2ステップ目であの輪っかをくぐり抜けるっていう。行きます。じゃあ、ここ抜けます。楽しそう。イエーイ。ふう、最高。わあ。とっても楽しかったですね。もう最高です。ずっといたい、ここに。ですね。はい、皆さん、夏ぴったりなので遊びに来てみてください。はーい、来てねー。来てねー。じゃあ、この後ロゴスパークで、はい、はい、あのスイーツ食べに行きましょう。あ、行きましょう。レッツゴー。ジョジョさん、楽しかったですね。はい、いや、気持ちよかったですね。はい、体は涼しくなりましたけど、ちょっと体の中から涼しくなりたいですよ。そうなんです。ちょうどいい体の中から涼しくなるやつがカフェにあるので、はい、行ってみましょう。まさか夏の定番ではロゴスカフェに、はい、新しくレインボーシェイブアイズっていう商品。レインボーシェイブアイズ、新しい、聞いたことないですね。そうなんです。それを頼みましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ、レインボーシェイブアイズ一つでお願いします。はい、試し、はい、お、わー、色が綺麗。すごいカラフルですね。
ゃあさ、溶けないうちに、はい、もうはるちゃん食べちゃってください。レインボーシェイブアイス、はい、いただきます。見てください、この色。何味なんでしょう。いろいろですね、はい、いろいろですね、はい、じゃあいただきます。はい、うん、おいしい夏最高です。いちごとさっきパイナップルの味がしました。メロンのところいただきます、はい、見た目も可愛いし味も美味しい。これちょっと暑い夏ぴったりですね。そうです、このね会場アスレチックでね、うん、楽しみましたけど、この後すぐ体の中も、はい、ジョジョさん今日は美味しかったです。本当にありがとうございました。あー、はるちゃんはるちゃん、ちょっとゆっくり食べて帰りたいと思います。まだ本当に最高です。ありがとうございました。閉めないで、どうしました。まだ今から、はい、こっからが最後メインイベントね。何でしたっけ。スイーツ作りをやっていくので、ジョジョさん、はい、このシェーブアイス食べて、はい、元気いっぱいつけてスイーツ作りましょう、はい、そうしましょう。はい、はい、じゃあいただきます、はい。さあ、中条さん、はい、ホットケーキ作っていきましょう。作っていきましょう。なぜアウトドアでホットケーキを作るのか。それは、はい、外で食べたら何でも美味しい。じゃあちょっと今日はその普段何気ないホットケーキをどんな味になるのか2人でやってみましょう。はい、やっていきましょう、まあ、まずはね、はい、ホットケーキミックスを入れて、はい、はいはい、そして牛乳、そして牛乳140ml 入れます。はい、卵うまく割れるのか。中条選手は殻が入りました。入ってないです。安心してください。はい、大丈夫です、はい、今回は何で焼きますか。今回はホットサンドメーカー、はい、これで、まあ、なんとホットケーキを焼いていくんです。初期の頃に2人であのホットサンドを作りましたよね。そうはるちゃんが作ってくれた。まさかの、これがそこで使われるんですね。そうなんです。そして、ね、気になったこれは何ですか。これは、はい、アラジンバーナーっていう、はい、今日は火加減が大事だから、はい、これでやっていこうと思います。わかりました。真ん中にストップ言ってくださいね。はい、ストップ。本当です。はい、でも止まないですよ。もうちょっといきます。もうちょっといきますね。いい香り、いい香り。閉めます。いや、閉めないって書いてました。誰がですか。誰が書いてたんですか。誰が閉めないって閉めない閉めないそうです、はい、閉めない。2分は閉めない、うん、もうバターの香りがたまんないですね、これ。閉めます。クローズ。閉めて、はい、うわ、おいいんじゃない、いいんじゃない。めっちゃ綺麗。焼き具合バッチリ。かわいい。バター、わー、美味しい。もう美味しい。かき氷食べたのにお腹減ってきました。素晴らしい。いいでしょ、セミの中のホットケーキも。ものの5分ぐらいでできたので、はい、誰でもできますね。そうなんですよ。早速食べましょう。うん、食べちゃっていいですか。どうぞ。やば、焼き方バッチリ。ものの5分、本当に5分。本当に嘘なしでふわふわ、はいはい、でしょ。おいしい。お家で食べるのと違う。めっちゃおいしいですね、これ。何枚でも食べれる、うん。焼き方もバッチリだし、うん、またこの大自然の中でホットケーキはやばいですね。おお、いい食べっぷり、うん、今日いっぱい遊びましたけど、その後の美味しいホットケーキどうですか。もう幸せです。こう自然の中で整うって感覚ですよね。確かにもうね、全体通して整いましたね。はい、須崎のもう綺麗な海で、はい、あんだけ思いっきり遊べて、その後こんなに美味しい大自然の中でホットケーキ、これ皆さんにぜひ味わってほしいですね。本当にもうぜひこの夏はね。はい、
こういう感じでロゴスパーク楽しんでいただけたらなと思います、はい、いやロゴスの夏の楽しみがまた一つお勉強になりました。はい、中条さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。おいしそう。